そうですね、この角の重さがちょっと重いんで、ちょっとそこを取ります。はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイヤマカシの後藤です。今日は、モデルさんブリーチを何回してんだっけ。6回ブリーチを6回ここから6回しててで、ここの根元側はブリーチしてないということですね。ここブリーチしてなくて、ここからは毛先までは6回ブリーチしてるということです。これに少しパールグレージュの色を入れていきたいと、ちょっとトーンダウンしたいということですね。はい、でまたカラーして、それからカットをちょっとだけ、長さは変えないでニュアンスを変えるっていうようなカットをちょっとしていきたいと思うんで、その辺は後でちょっとやっていきます。とりあえずカラーから入っていきたいなと思うんで、ちょっとこの状態を一発で塗る方法ですね。結構難しいと思うんですね。根元のところのベース、それからここからブリーチ5回してるじゃないですか。でそこの部分、これで統一させるのって非常に難しいと思うんで、そこをこう一発で、簡単に染める方法っていうのをちょっとやっていきたいと思います。では、今ネープのベースを残して、ベースはあんまり軽くしたくないんで、ちょっとこのミドルの部分の、ちょっとつながりをちょっと作ってます。この段入れてるっていうよりはちょっと重すぎるんで、ちょっとそこを調節して、でベースの段はここはもう伸ばしていかないとダメ、バランス崩れちゃうんで、ここは切らないようにして、いい色になったね。うん、めっちゃ紫。紫シルバーみたいな。一本一本みたいな。いいですね。いい感じ。うん、ちょっと前進んでね。ちょっとサイドチェンジ入れます。サイドチェンジもあんまり基本なんか。ワンレンっぽく作ってるので、あんまりサイドチェンジもシャギ入れないようにして、ショーバルタンで滑らかに入れていきます。カメラが邪魔したアップです、このぐらい。これこういう角度入れるとシャギになっちゃうんで、あまりシャギにしたくないから、ちょっと重さだけ取る感じです。この角の、そうですね、この角の重さがちょっと重いんで、ちょっとそこを取ります。今度バックの、ボンノックボから下のベースを残していて、上の方だけ、引っ張ってこうつなげます。これを、放射状につなげていきます。前髪ちょっとだけ揃えるぐらいにします。前髪はこだわりが多分あるんで、R2 で
今のラインを直すぐらいかな。髪が引っかかっちゃうんで、その引っかかりを取ります。毛先がちょっと硬くなっちゃってるんで、ブリーチとかでちょっと毛先ちょっと多めに入れて、ちょっと毛先の質感を柔らかくしていきたいと思います。ダイバルタンのポイントは親指だけの開閉じゃなくて、両方でこう開閉するような感じです。2つでこういう感じですね。両方で開閉していかないとちょっと腱鞘炎になっちゃうのと、両方で開閉した方が綺麗に取れるので、ちょっと普通のハサミの開閉とはちょっと違います。これは耳後ろの重さをちょっと取ってますね。ここら辺髪の毛が多いんで、少しすっきり見えるように、そぎというよりは、この辺をシャープにしていく、ちょっと飛び出た毛だけを取ってる感じです。そうすると収まりがちょっと良くなるので、これ裏面に入れてる感じで、裏面に入れてる感じですね。ちょっと収まりが良くなるので、ちょっと逆毛を立てるような感じに近いのかもしれないですけど、ダイバルタンをえぐる感じで、こっちの、中をこうえぐっていくような方向で入れます。でタオル取った時にこれがシュッとこう収まるんですよね。そうするとだからそこがちょっと違いますね。顔周りがモデルさん若干ダメージがあるんで、顔周りちょっと入れていきます。ちょっと顔周りヤスリかけるような感じですかね。ここがちょっと気になるんで、このような感じで入れていきます。もういい色だったね、すごいなかなか程よく色落ちも楽しみ。そうですね、色落ちも楽しみですね、あの状態からだったら意外と綺麗になったかなと思うな。だってこれつながりあんま分かんなくない？分かんないです。なかなかいい感じになりましたよね。ちょっとこう触ってもらって、あ、本当だ本当だ、全然違いますよね。え、すごい、なんか柔らかさが違う、そうこっちだとサラって、でもトリートメントしてもやっぱ治んないので、カットのトリートメントするしかないですよね。結構違いますよね、はい、そうすると全然なんか
柔らかく感じません？見た目ちょっとしかかな。見た目はそうなんでもね、これタオルと結構違いますよ。本当ですか？はい、結構この違いって大きいんですよね。毛が馴染みやすいからいろんな方向に動いてくれるし、風にもなびきやすいし、全然違います。死にすぎるな。死にだ。すごい。やることないから。しょうがない。切らない方がいいと思います。それどうやって切ってるんですか。普通に。カーブしてるんですよね、このハサミが。わかりますか？はい。で、カーブしてるから、ここでこう、要はえぐってるんですけど、降りるとこう空間ができて、そこにこう収まるっていうか、なんていうんだろう。穴開けてるっていうか、まあ、そぎではね、入れじゃないですけど、イングラを作ってるんですよ。だから収まりがちょっと良くなるんで、見た目今変わんないかもしれないけど、結構違うんですよ。トリートメントしてもやっぱなんかさ、変わんなくない？多少しか。いやでも、ギシギシ感はこれだとさ、なんか変わるでしょ。はい、すごい。なんかずっとか、このまま。そうですよ。また時間経つと、まあ、ブラッシングとかでまだちょっと、なってはくるんですけど、多少はかなり今日もサラサラでいます。よっしゃ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 。結構辛いよ。ノンストップだからさ。ノンストップってあれ朝からだよ。10時からだよ。え、ガチで。ガチですか？ガチで、ガチガチ、マジガチ、10時からノンストップだよ。結構きついじゃん。寝るものじゃないんですか？いや、ゼリー食べた。なんか、で、あともうお客さん終わったら来るじゃん。はい。で、終わったら来るじゃん。だからもうずっとちょっとでも間10分ぐらいあったから、はい、まだよかったけど、もういつもあったらモデルさんも来てて、はい、そのまま行くから10時から11時ぐらいまではもうぶっ通し。死ぬかもしれない。死んじゃうかも、死んじゃうかもしれない。そう、死んじゃうかもしれない、どっかで。でもそういう人は東京行ったからね。いやすごいです。寝ないとダメなんですよ。ん？私寝ないとダメなんですよ。じゃあ寝な、寝た方がいいよ。寝た方がいい、絶対。そんなこと言ってられないですよね。いや、大丈夫だよ、今の人。寝ても、寝た方がいいと思う。長く人生楽しんだ。早く死んじゃうから。ショートスリーパー、やっぱり長く生きて。託された。俺も死ぬみたいな。託された。長く生きて。生きます。俺もダメかもしれない。早く死んじゃう。死んじゃう、寝ないから。で、これぐらいでだいぶありましたよね。だから柔らかくなった感じがするんですよ。するんですよ。するんですよ。よし。はい。ヘナジェルと使うのはシークレットっていうビュース。シークレットっていうそのサンダルだね。シークレットのワックスと、これ結構ね、使い勝手が良くて、ピンク、そのような感じです。はい。で、このシークレットつけて、
シークレットをつけて、多分結構カールが強いんで、で、ヘナジェルでちょっと崩します。ヘナジェルを4プッシュぐらいで、これはオーガニックなヘナジェルでちょっと、カールをちょっと崩していきますね。これいい匂いでしょ。これね、両方いいの、両方そう、オーガニック×オーガニック、これはね、あれの北海道産のやつ、僕作ったんですよ。え、うん、これすごいでしょ。そうなんですか。そうですよ、僕が作りました、ヘナジェル。ヘナジェル、ヘナジェル。これフラノのあれ。あ、フラノ、フラノのラベンダー。私、美瑛出身です。あ、本当ですか。はい、あ、美瑛の、美瑛じゃないわ、あ、足別か、足別近い、はい、足別さんの工場なんですよ。へー、これあのオーガニック化粧品使ってる、そこで作ってます。一緒で、このような感じに少しウェットにしてスタイリングもできるんで、結構これ使えます。で、このままも寝れるんで、全然ベタつかないというか。で、手に最後このヘナジェルは手に塗っちゃっていいです。最後こんな感じで、OK、手洗わなくていいですね。へー、はい、で、こんな感じになる、なるという感じで完成。はい、今日も撮影が終わりました。結構ですね、根元のところと毛先のブリーチの部分が、結構境目があったんですけど、なんとか毛につながったかなと思います。はい、また早おかしのチャンネルを皆さんシェアとかいいねをしていただけたらありがたいと思います。今日はありがとうございました。シェアをしてありがとうございます。では皆さん、さよなら。